はい、こんにちは、MD ジャックです。アイです。皆さんこんにちは。なんか見たことあるモデルですね。またこれやるんですか？アイちゃん、よーく見てごらん。あ、プロバージョンなんですね。ってことは定域強化版なのかしら？まあ、そういう流れになるのかなと思っていたけど、違ったわ。というわけで、今回は KZPR1 Pro のレビューです。実はあんまり期待していなかったんですけど、いい意味でいろいろ裏切られました。KZ の本気を感じさせる出来なのはいいんですけど、最初からこの音質でリリースしてよねって感じですかね。では早速見ていきましょう。開封して最初に気づいたのが、ニアピパメモリーフォームしか同梱されていなかったことですね。そうだね、ちょっと驚いたわ。それから付属ケーブルも力入ってないいつものやつじゃなくて、200コア、8ストランド変装、銀メッキケーブルが付属してた。ここもユーザーの声が反映されているのかな。だっていつも同じようなケーブルで期待しないのがデフォルトになっていたからね。でもその分価格も高めになっているような気も。いやき、ケーブルは後半の音質編で深掘りしよう。ドライバーは 13.2mm で PR1 と同じだけど、聞き比べるとプロの方が音量が取りやすく、ドライバー開発での性能向上を強調してる。上の文章は販売ページを翻訳して要約したものね。実際聞いた直後に PR1 ってこんなに聞きやすくなかったよなーって思った。明らかに低域を抑えてきていて、すごく見通しのいい質感になっているね。リスニングなのに見通しって音は見えないですよ。まあね、バスドラとベースが同じ帯域内で鳴るとどちらかが隠される、コリジョン、衝突って言ったりもするけど、どちらかの中心帯域をずらしてそれを回避し、どちらの音もしっかり聞こえるようにするとか、メロディーラインの帯域をバックの音が邪魔しないように開けて見通しよくしておくとか。まあ例えだよね。つまり PR1 Pro は見通しが良くて聞きやすいんですね。そうだね。装着感はどう？いい感じですよ。今回のサウンドチェックはこの3モデルにしてみました。やっぱりそうなるよね。収録音では空間表現の違いが拾えていないから、あくまで特性比較だけで分かりづらいと思いますが、音質編で波形と言葉で補完していきます。イヤピはムーンドロップ、スプリングティップス、ケーブルは PR1 Pro 付属ケーブルで収録しました。ではどうぞ。音量上がります。違いは確認できたのではないかと思います。ではまずイヤピの比較です。今回はメモリーフォームのイヤピを追加して測定しているけど、シリコンタイプとは明らかに特性の違いがあるんだね。実はメモリーフォームはあんまり得意じゃないんだけど、 KZ がそれを押すならつけてみるかということで、潰してから耳に入れるのがお作法なわけだけど、耳に入れてから膨らんでくるときじわーって音がしてちょっと気持ち悪い。波形だと低域は測定上の見た目より聴覚上の方が他イヤピに比べ結構低域がドンときて存在感ある。これはメモリーフォームで密着度が上がったからだろうね。高域は7キロから10キロあたりでの特性の違いが大きいね。8キロ付近はちょっと抑え気味なことからバランスがやや低域寄りに聞こえる。チューニングそのものは低域を少し抑えているけど、メモリーフォームタイプのイヤピで今までの KZ の音も楽しめますよってことなのかもしれない。今回は聞き比べてみて、ムーンドロップ、スプリングティップスが印象が良かったから音収録に使用してみた。低域も高域もしっかり出ていて密着の感じもいい。次はサウンドチェックで比較した2モデルを重ねた比較波形です。
一番わかりやすく変化を感じたのは低域 KZ のモデルにしては抑えてきてる。中域は逆転していて、この比較では減衰が少なめということは、ドンシャリ傾向が弱め。中高域から高域は3キロ以降で PR1 より減衰が少なく、5キロ付近に小さなピークを入れていることもあり、明るい質感。比較全体で見れば小さな変化の積み重ねのように見え、この微調整、特に低域から中域の作り方に KZ の変化を感じた。なんでしょう、確かに PR1 や PLA13 では感じない変化がありますね。すごく抜けがいい感じで聞きやすいです。あと立体感もありますね。そうでしょ、クリアに感じるよね。試しに PR1 や PLA13 のように低域を持ち上げてみても立体感は損なわれなかったから、単に低域を抑えただけじゃないんだよね。楽器音がちょっとずつ違うところから出てくるのを感じ取れると、聞きやすい主臨場感も増すし、いい音と感じる重要な要素だと思うんだけど、いつも聴いてるいろいろな曲でそれが感じられた。まとめると、低域は抑え、中域はあまり抑えずのチューニング傾向は KZ の新たな方向性を感じる。ある帯域だけ特徴を持たせるようなチューニングではなく、バランス重視、チューニング傾向の変化で見通しのいいクリアで聞きやすいサウンド、ドライバー開発の効果か、同じプレイナードライバーでも立体感、臨場感が違うという感じで、弱点らしい弱点は感じなかったね。ただアップグレードケーブルが付属していたけど、他の2万以上のクラスのモデルに付属しているケーブルに変えるとさらに良くなり、付属のアップグレードケーブルでは今一つ進化を引き出しきれていないように感じた。ジャックさんがさっき言ってましたけど、最初からこのクオリティでリリースしてほしかったですよね。そうなんだよね、1万円ぐらいのプレイナードライバー搭載モデルは価格面では有利で評価できるところだけど、個人的には価格なりに妥協しなきゃいけない部分があるよなとは思ってた。もしかしたら PLA13 と PR1 の評判や売れ行きがあまり良くなかったのかもしれないね。今までの傾向だったらプロ版って低域強化版っていうのが多かったけど、チューニングの傾向や付属品の変化で KZ が何か変わろうとしてるように感じられたからね。なので PR1 プロを聴けてよかったし、これなら1万円台前半のモデルとして優位性があると思ったよ。これから KZ のプレイナードライバーモデルを買うなら PR1 プロですかね。そうだね、すでに PLA13 や PR1 を持っているなら別メーカーのモデルに行くのももちろんありだけどね。ということで KZ の本気を感じた PR1 プロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形と言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。